店長。しがない不動産屋です。ねえねえ、で不動産屋でさ、でお父さんが亡くなって、で最初さ、どうやって言われたの、スケートハウスに来てくださいっていうのは。あの藤谷さん、うん、じゃないですか、うん、になんかずっとこうちょっと一緒にやろうよ、うん、困るからさ、歴史のあるこの会社僕継ぎませんって言ったらなくなるのかなと思って、うん、なんか考えてる時間はないのよみたいな、うん、があったりもして、うん、考えてる時間はないのよみたいな。あ、そうなんだ。ああ、あ、それはあの今の口調からすると女性ですね。考えてる時間はないのよっていう最初ですか、うん、何まず右も左もわからないので、うん、接客もよく研磨はできない、うん、銀行に行けって言われてすいませんって、父亡くなったんで名義書いてください。ああ、その頃だよね、多分あと初めて僕と会ったの。本当そうです。なんかあのスケート履いてさ、なんか練習場に来てて、でストップもターンもできずに壁にぶつかった、そのままなんかフェンスに突っ込んでくやつがいて、なんだろうあの人と思って、どうしたのって言ったら、いや僕スケートハウスの宇都宮ですって。え、宇都宮って、宇都宮さんってこの間亡くなったんじゃないのって言ったら、いや私息子ですみたいな。覚えてます。あ、そうか。だ、黄色いヘルメットかぶってたさ、黄色いヘルメットなんでって言ったら、あのぶつかられると危ないから、あの私危険ですっていうために黄色の帽子かぶってますみたいな。だ、泊まり方とか、あのいろんな話をいっぱい教えてもらった山田さんの方が。いや、この人なんかスケートハウスって言ってるけど、あの泊まれないでフェンスに突っ込んでるけど。だからわからないこと聞いてって言われても、何がわからないのかわからない、何がわからないのかわからないんだよ。ああ、そのまさに初心者状態。そうです。何を聞いたらいいかわからないからで、うん、皆さんの個性が強い、強すぎて思い出ばっかり、思い出ばっかり、みんな個性強いぞと、はい、誰がズバ抜けてっていうか、みんなズバ抜けすぎてるという。おお、みんなこれ多分見てる人は俺のことかって今思ってる、きっと全部当たりだと思います。おお、やっぱり俺、僕一番まともだったな。怒られるよ。それは怒られるぞ。今までスケートハウス携わった人たちがキャラ濃すぎるのかもしれないですけど、ああ、さあ店員も含めてね。そうだよね、キャラ濃い人ばっかりいるよね。某札幌店とか某苫小牧店にも。全国どこ行ってもしがない店長だって言われる。多分ね、今度岡谷行ったら岡谷で、あ、しがない店長がいるって絶対言われるよ。サイン考えるか。そうそう、しがないっていうサインを考えるのローマ字で書こうか。